はい、こんにちは、カズボーです。ドラゴンクエスト5 MJH 続けやっていきたいと思います。今回ですけど、王家の洞窟攻略しようと思います。王家の洞窟だっけあれ。違うな。まあ、主人公のね、ちょっと強い装備品がある場所なんですけど、これ別に行かなくてもね、いい感じですけど、パーク値19か。32で激しい稲妻覚えたんだよ。だからそれより先には覚えると思いますけどね。こんなのさ、案外わかんないっすよね。ここ難しいんだよね。うわ、相当前回戦ったんですけどね、結局スライムナイト3体目入ったんだけど、その後仲間入んなかったっていうね。敵強いよな。バルバロッサとか普通に出てきて、ホースデビルそういえば合ってないのに、まだバルバロッサが出てきちゃって。ここね、行く順番違うかもしれないけど行っちゃおう。なんかこれ、なんでさ、手前でさ出てくんの。デスパー入れちゃう。あ、パークスか。うわー、めんどくせえ。ここなるべく得られる。あ、入れられんのか。サスケ入ってっからね、もうね。はい、最後の鍵。これね、この石どけるべからずだよね。どかすべからずさんって人がいんのかなって言ってるよね。ここに石を持ってくればいいんだけど。いきなり来んなよ。あれ、これ呪文使えねえんだっけ。そんなことないよね。え、なんで火吐いたりしないの。あ、そっか。稲妻すら覚えてないのか、もしかして。まあ嫌でも覚えんでしょ。まあまあ。じゃあ、レックス、ドリーンで、ガンガン行こうぜでいいや。おお、出た、アークデーモン。リメイク版にしかいないはずのアークデーモン。こいつ仲間入る。そんなでもないんだな、HP ね。あんまダッシュしない方がいいよ。雷が落ちてきて上に戻るっていう、ね、謎仕様だよね。まあ危なくなったらまた出ればいいしね。あ、やべ、もうもうまあ今回ここのダンジョンだけだから。ここのさ、ここはまだいいんだよ。この先なんだよ、問題がさ。意味わかんねえのがいるからさ。いや、何覚えるかもじっくり見れるからね。ボタン連打してたからね。案外。
どうしよう。悪伝か。どうしよう。どうしよう。スライムの成長も見たいけどいいや。アークデーモン入っちゃったな。結構確率低い？これ一回置いたらダメな、一回セーブしていくか、さすがに。全滅したら嫌だから。ね、石置きっぱなんだね。全部置かなくちゃないんですよ。まあ、近くだからね、いいや。いやー、マジかよ。なんだそれ。まあ、嬉しいけど。入るときさらっと入るでしょ、こうやって。なぜか。なぜか、さらっと入るでしょ。入んないとき全然入んないのにね。スライム2体目全然、あ、スライムナイト2体目全然入んなかったんだよ。100回ぐらいやってっからね、あれ。それでアーサーが入って、検証しますっつって何回か戦ったらすぐまた入ったんだから。それで、あの仲間に入れなくても、もう一回入るのがアーサーだったんだって分かって、それで3体目入れてから2体目外せば、4体目入んのか。まあ、そんなことをやってたら、2回ぐらい戦ったら、2回だっけ？何回か戦ったらすぐチューンが入ったからね。スライムナイト3体目。だから何を覚えるか気になるんだよね。後でやるけど。だからやるんだったら4体目入れてからどう違うのか、3体目と4体目どう違うのかとか、そういう検証もしたいからね。フローラも外していいけど。あら、ここ見た人びっくりするんだろうね。デボラとかフローラいてさ、なんで主人公の子供がさ、髪色がビアンカなのにフローラいんのとかさ。あ、稲妻覚えるかな。うん、覚えないね。エンカウントたっけんだけど。もったいないね。ドリーン、これでもありだよね。まあ2階までは行ったんで、 あとはもう、ああ投げ、イオナズン強いけどね。これイオグランデとかじゃあるよな。ギラグレード覚えたんですよ。5なのに。あるわけないのに、ギラグレードとか。ギラグレードとかってあれだよね。8からだったっけ ?9 か、あ、マジか。一気に攻略しないとダメか。このただ灼熱は美味しいよ、美味しいですよね。これ使えるからね。あんまこういうさ、消費ゼロでさ、こういうチート級のやつはあんま使いたくないんだけど、本当は使いたくないんですけど、しょうがねえもん。なんかこれだって高難度、結構な高難度だから。ギガデインでも早いよ。なんか外の暴走族やがましいな、本当にな。目の前コンビニとかじゃなくてよかったよ、家も。コンビニでタムロしてたらもううっせえとか言いに行きそうだもん、自分。他のとこで走れよって言いそうだもん。昔暴走族のさ、知り合いてさ、知り合いてさ、そいつじゃないのにさ、あのうっさいんだけどって言ったらさ、いや、俺じゃないんですけどとか言って。あ、そう、みたいな。は？そうで、は？アデュー、マジか。
ちょっと待って、さすがにカットするわ。嘘でしょ。ちょ、これ石はめるまでカットしますね。え、マジかよ。2匹目入っちゃったらどうしよう。サスケ、ちょ、待って、どうしよう。え、どうしよう。マジで。どうしよう。そんなある？そんな確率あります？まあ、そうだね。まあ、こういうこともあるさ。はい。石はめました。そこまでね、タバサとかで無双したけど、レックスが27しかない。もうめんどくせえ。もう。いくらでもあるから。いや、アークデモンびっくりしたね、2体ね。これどこにはめましたか？暴走族の人さ、昔、なんだっけ、うちの会社っていうか、同じ場所にいたのよ。そいつが、なんか総長かなんかみたいなやってるっつって、若いやつよ。でさ、もうあまりに夜中寝れなくてさ、次の仕事なのに寝れなくてさ、もうさすがにさ、仏の和坊さんもさ、寝れなくてさ、3時くらいまでさ、やかましくて寝れなくてさ、なんかあいつじゃねえだろうなとか思って、もう次のチャリンコで引いてやっかなと思ってさ、俺じゃないんですけど、みたいな。あ、そう、つって。え、誰だっつって。超夜長いやかましいんだけど、つって。すげえ敏感なんですよね。音とか結構。ムーンフェイス。いや、それじゃなくてさ、あ、まあ、いいな。ギガネームゾ、うわ。こいつパルプンテ使うんだよな。でもその人とさ、なんだっけ、結構1時間以上離れた場所一緒にドライブ行ったんだけど、なんだろう、すっげえ遠くにある標識見えんのね。すげえ視力いいんだよ、その子っていうか。あれなんて書いてあるんだろうって、すっげえ遠く、あれないないんすよみたいな。はっつって、視力いくつあるのって、いや 1.5 ぐらいありますとか言って、 1.5 あって暴走族やってとかみたいな。笑えますよね、すごいですよ。暴走族かなんかなんか知らないけど、バイク好きなんかわかんないけど、自分あんま好きじゃないから。好きじゃないっていうか、別にそういう好きとか嫌いっていう概念がない。いやー、これ4つはめるの大変ですね。これ一番下の、これ全部はめないとダメだよね、確か。いや、ここ案外ね、簡単にいけたと思うんだけど、この下の階だよ、この下の階。ここまでは大したことないのよ。そこ全滅する恐れあるから、世界中の歯とかはこんだけ持ってれば大丈夫でしょうけど、ちょっと慎重にいかないと。もうもったいないなんて言ってらんないから。収録してるときはなるべく戦闘早く終わろうとしてるんで、ギガデンとか普通にね、いっぱい使ってて、もったいないと思うかもしれないけど、エルフの飲み薬、あれなんだっけ、蜜じゃねえや、何？蜜じゃなくてさ、あれ？いや、あそこはめなくていい、もしかして。あ。これ太陽の、ああまあ、なんとかってなんだけど。あ、もう全部はまってるね、これね。これダッシュすると下にさ、黒いなんか帯みたいなの出るよね。まあ、本来だったらダッシュ機能がないからちょっとしたバグだと思いますけど。出た。通行の一撃で180ぐらい食らうよね、これ。ああ、違う。それだ、通行の一撃だね。何薬草使っても意味ない。いい。倒す。だから、エルフの水で300だからさ、
いくらギガ電使ってもいい。また仲間入ったりして。3体入ったら笑いますよね。さっきのアデューってやつ分かれて、4体目狙ってもいいよね。そしたら。もし入るんだったらすぐ分かれる。さすがいないな。いやでも惜しみなく使えるのいいねこれね。これをただでだってデススパーク打てんだよ。あ、39になった。いやもう全クリできるレベルなんですけどね。だけどちょっとおかしいからこれ。ブルーヒーターとか仲間入ったりしてね。本来だったら絶対入りえないんですけど。救いがね、HP そんな高くないんだこいつら。シルバーデビルがいて、攻撃力高いよな、やっぱり。今回ここの台座に出るやつを、が、欲しいだけ。あ、エビルマスター、こいつ仲間入りますね。おそらく。リメイク版でしか入んないはずなんですけど、これリメイク版要素が入ってるんで、本来だったら4人で行くみたいだけどね。何回も言ってるけど。だけど、あんまもう5関係ねえからな。全体攻撃多いから。いけないってことはないから、ただ単数とかはかかるかもしんないけど、分音線見たらわかるじゃないですか。自分のあれ自分でもすげえ死闘だと思ったもん。ドリーン強いね。もう一体欲しいね。一体目別れさせればいいのかなってなってくると。あ、グレンデル。防御してんね。ソルジャーブルの方は仲間入るはずですけど。その暴走族の子の話、面白い話いっぱいあるんだよ。別に仲悪いわけじゃないからね、自分は。うちの嫁も絡んでっからね、そこらへん。そいつね、私ね、とんでもねえこと言いましたからね。ゲームが好きで、別にマニアでもないわけよ。ちょっとマニアじみたことはやってるけど、なんだ、別に何が好きだとかね、そういう変なのないのね、自分って。待って、なんだこれ。あいつ、なんだっけな、人のことを、あ、でもマニアの人ってそういう考えしてますよね、って言ったからね。誰がマニアなんだ、つってね。マニアか、つって。自分からしたら、マニアいっぱいいるからね。自分なんかもう、足元にも及ばないからね、自分がマニアって言うんだったら。そういう人らしてますから。こいつ大丈夫かっていうの言うからね。ゲーセンとか行くと。雑誌載ってるレベルの人ら普通にいる場所とか知ってるからね。そういう人らやばいからね。知り合いいるけどさ。いや、本当にこいつ大丈夫かみたいな、どんだけやってんだよみたいなさ、自分が言うぐらいだから相当だからね。自分も結構ゲームやってる方だと思うんだけど、日じゃないかね、自分が中学の時のより超えてっかもしれないよ、そいつら。やばいやばい。あ、やべ。大丈夫か。ギガデインで。こいつ早いよね。早いし攻撃力高いん。喉めがけて攻撃してるの、ほんとに。すげえね。王者のマント取りに来て。暴走族の話してんだもんね。暴走族が外やかましかったからね、ちょっとチラッとね、
あの彼の顔を思いついたのに、彼の元気かな。まあまあね、そんだけやってアウトローな仕事してるみたいだけど、なんか掘りしかなんかやってるみたいな自分掘りもんはしてないからね。そろそろ覚えるかな。あ、だからかな、そういうのを。あ、でもね、なんかね、そのやっぱ、まあ、暴走族じゃないんかもしれないけど、なんで暴走族の話になってんだ。外がやかましかったからね、ちょっとイラッとしたんで、さっき人実況撮ってんのに。お、魔人の金槌し返しに出るか、これ。うちアンチとかにね、なんか言われてもね、あー、なんかまた変な湧いたぐらいなんだけどね。暴走族はね、横でね、バイクの音鳴ってちょっとイラっとくからね、本当に、ね、夜中とかやられると。夜中は寝てるとイラってするし、自分結構実況撮ってんですよ、夜中って。その時音入るからね、嫌なんですよ。あの走っても別に捕まるの、あのあれじゃん、あのその人のさ何、勝手っていうかさ、自分が勝手にバイク走らせてね、追っかけられて捕まんか知らないけど、それは別に自分は何も言わないけどね。あの、音入るのはね、本当に下せんのからね。3回目入るかな。入ったらまた出なくちゃないな。いや、嫌でも上がんね、ここね。2セットかこんな落としたっけ。いや、しかし、武音戦すごかったね、あれね。あと、こっから来たんだっけ？ああ、石ある。勇者の弱点強いんだけど、あの、MP 少ないよね。5発ぐらいしかギガネーム打てないから。さっきのアンチの話なんだけど、アンチがね、嫌だっていうのは、あの、なんだ、嫌っていうわけじゃないんだけど、なんて言えばいいんだろうな。アンチが来ると味方してくれる人もいるわけよ。コメント欄で。その人と揉めたところで自分が出ていくと、またおかしなことになるから、そこを躊躇するのが自分嫌なんだよ。だから決して見てないわけじゃないけど、無視するのも嫌だし、かといって口出すのも嫌だしっていう感じね。だから、あんまりね、まあ、変なのいたとしても、まあ、ある程度だったらほっといていいから。ね。あんま相手するとさ、余計さ、突き上がる人もいるじゃん。突き上がってさ、それで、なんでカズボウさんは見て見ぬふりするんだみたいなこと言われても嫌だし、見て見ぬふりじゃなくて、何下手に関与すると、余計でかくなるから嫌なのよ。ね、だからほっとくの一番なんだけどね。一番はね。だから明らかに私がうざがってんなと思ったら言ってくれればいいからね。うざがってるとき多分、あの、ツイッターとかで、なんかぼやいてるかもしれないから。でも最近、昔はね、そうやってたんだけど、もう、無限にね、どっちみち湧くから、ね。所詮なんだろう。顔の見えないところからさ、なんかやってるわけじゃん。で、その暴走族なんか別に顔見えてるところからやってるから、そっちの方がまだマシじゃんよ。でしょ？こそこそしてるわけじゃないじゃん。だ、要は見えない安全な位置から攻撃する人って、まあ、本当に根が暗いんだろうなと思う。そういうのこそなんか、違う意味でマニアなんじゃねえかなと思うけど、マニアの使い道が分かんねえね。
マニアってなんだ？は？マニアの話してたらシルバーデビル入った。これ入んないはずだよ。これ連れて行きたいな。シルビー。これ引退させっか。ちょっと待って、サスケ。さすがにサスケ。サスケ。これどうなんのこいつ。ちょっと待って。サスケごめん。4体目だけど、多分灼熱とかレベル99で普通のさ、スラリンとか覚えるんですけど、サスケはどうなるんだろうと思ってさ。じゃあデボラ、フローラ、なんか外すか？あれ入って思わなかったな。やっぱこのぐらい強いと楽だね。シルバーデビル入んだ。いや、こういうさ、こういうダンジョンってさ、ひたすら攻略してるだけだから、見る人ってさ、限られるっていうか、なんだろう、偏んのよ。普通に冒険して進めてるとこ好きな人もいれば、まあ、自分がこういうダンジョンなんかさ、よくいろんなこと喋るじゃん。攻略するだけだからさ、ネタに詰まるのよ。だから、自分、基本動画撮るときって、何今回喋ろうとかあんま思ってないのに、そういう時もあるけど、今回なんか攻略してね、なんか思いつきで自分実況やってるから、動画のね、構成もクソもないんですよ。汚い言葉言うけど。ね、さっきだってたまたま外に暴走族走ってたから暴走族の話しただけであって。ね、だから、今回これネタなんなと思って喋ってるだけであってね。そのせいでネタにされた過去の何々くんごめんなさいなんだけど、まあ、見てないと思うけど別に。つうか、その会社を自分もうやってないから。今新たな方に向けて頑張ろうとしてる人ですから、私。もう世の中にさ、なんだろう。世の中にちょっと嫌気がさした部分あってさ、やらかしちゃったかも。あれ、ダッシュで持ってったらダメなんだっけ、あれ。メガンテ。あ、やらかしちゃった。ほら。固まっちゃった。ちょっとカットします。ああ、大変な目に遭ったおかげでもう一回やり直すためになった。レベル40まで上がっちゃいましたね。あ、さっきの工程もう一回やりました。あれ？あれ？何？何？なんか今、乗っけたよね、今ね。やっぱり32で覚え、32だっけ覚えたの。28で覚えた。なんかマントがこんなんだったっけ。いやー、王者のマント、エルフの守り別の人でもいいな。ここでいいかな。ということで、シルバーデビル入ったのはびっくりですね。キメラとかも入りそうですけど、ちょっと時間余ったからキメラとか入れようか。時間余ったから入れようかっていう、この変な神経ね、ちょっとセーブさせてください、さすがに。パパ、どこ調べてんの？この人さ、話しかけようと思ったら左行くよね。もう3万溜まってんだよ。だって1個ダンジョンクリアしただけで。あ、でも2回やってっけどさ、それは9万9000になるよね。お金10万ゴールド以上ありますね、今。
預かり所に預けてるからね、なかなか預けないんですけどね、自分。まあ、しかも全滅とか、ね、したりしてるから、ね、あんましないんですけど、普段。あ、セーブしてなかった。あぶね、あれ積んだらリセットでしたよね。そっか、あれから2位上がってんのか。え、あそこのダンジョン経験値すごくねえじゃん。40まで上がっちゃったね。結構やってるもしかして時間。あの、カットしたりしてっからどんぐらいの、あの動画になってっかわかんないんですよ、自分。これキメラいるじゃん、ここに。あ、やっと追いついた。これがギラグレード覚えたらね。もうすげえ強いよね。あの、爆弾岩とか、そこら辺も仲間入るはずなんで。メタルハンターもね、これ2体目入るよね、多分ね。メタルハンターが入ったのびっくりしたね。え、メタルハンター入んないんですよってなっかもしんないけど、入っからね、このゲームね。あの、通常じゃないから。まあ、ここまで見てる方はわかると思いますけどね。だから、もう思ったことすぐ口に出すのはいいけど、思ったら、なんでそうやってんだろうって見てからできれば言ってほしいっていうのはあるけどね。見たらわかんじゃんってね、なっちゃうからね、そこは。ね。だってデススパークと低い鳥連れてる時点で通常のじゃないでしょ、これ。ここら辺でもなんか珍しいの入るかもしれないね。ちょっとうろうろしてみようか。いや、あの、この後さ、ゲマとかいるじゃないですか。40まで上げてゲマまで行ってないって、ちょっとこれ異常だからね。ブローンこれでもきつかったんじゃない？下手したら。そんぐらい強かったよ。ブローンは。あんなのさ、30ぐらいあれば倒せんだよ。ちょ、頑張れば。普段ね、ルカニとかさ、あの、スクルトとかなんだっけ、あれ、あれ、テスコハード使ってこないから、そんなに思ったほど強いわけじゃないんですよ。自分からしたらブオンはそんな感じするんですよ。なんだけど、これちょっと違ったからね、2回攻撃でさ、稲妻2回とかさ、100以上のダメージを2回食らわしてきたり、通常攻撃が全体攻撃になってたり、意味わかんねえブオンだったからね、しかも100ぐらい食らうしね。でもちょっとそれは危なかったですけど。ということで、なんか入るまで、なんかしら。は？アイアンクックが出てきた。あれ？ドラゴンゾンビも、あれ、ドラゴンゾンビってあの色じゃねえよな。あ、でも5はこの色か。え、なんか仲間入りそうじゃねえ、あれ。え？あんなのいんの？へえ、ここにいんだ。あ、ってことはガチャココとかもいそうだね。あ、待って、これ見たかも。闘技場で。メタッピー見ててびっくりしてて、これになんか変わってても自分気づいてなかったかもね、案外。あんだけだって、あ、そうだ、あの、そうだね。カジノでメダル増やしてるときに、今後出てくるであろうモンスター何体か自分把握して動画にはしてないけどね。え、こいついんのってのちょっと見ちゃったんですよ。ね、だから、多分どっかにいいんだろうなっていうのはありますけど。はい、じゃあね、ちょっとカットします。キメラ入れに来たら爆弾岩が生えちゃったんで、ロッキーだよね。そっか、ホースデビルここいたね、自分。バルバロッサ出てきたときさ、バルバロッサ出てきたとき、ホースデビル合ってないようになってたけど、ここにいるわ、普通に。今出てきてた、普通に。経験値案外持ってるからね、こんな持ってたっけに、540もここで。嫌でもレベル上がるんですけど、仲間集めてたら、このゲーム。せめてキメラ欲しいな。使う使わない別としてさ、なんか入れたいじゃん。なんだ、魔物使い呪われてるね。ロッキー入ってセーブしてないから戻りたいんですけどね。外にメガザルロックもいましたね。あいつも入るはずなんだけど、どうなんだろう。こっち側で入んのかな。ホークブリザードも外にいたから、入ってもおかしくないからね、あいつはね。いたホースデビル。ベビーニュートが入ったからね、これも入るかもしんないからね、ホースデビルもね。メッサーラも入ったもんね。炎の戦士とかも入るはずですけどね。
こいつのメガンテが怖い。まあ全滅はもう大丈夫でしょうけどね、さすがに。ドラクエ3とかだったら HP400 くらいあるからね、あいつ。20回戦ったら経験値1万なんですよ。それはレベル上がるわねって話だよね。はい、来ました、キメラメッキー。こう戦ってキメラが出てくる戦闘が5回目ぐらいかな。それで入った今、あれからこうやってキメラが出てくるんですけど、たまにね。今法整備だけど、こんな感じで、これがキメラだったらっていう感じね。まあ、目を一掃できるんで、簡単でしたけど。はい。ということで、今回こだわりたいと思います。お、37になっちゃったね。まあ、キメラ入れに来て、爆弾弱が入ったんで、ちょっとは収穫かなというのはありましたね。はい。じゃあ次回は、魔法の絨毯と最後の鍵手に入ったんで、魔法の絨毯でしか行けない場所がどっかにあるはずですので、ね。そちらに行きたいと思います。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、Xのフォローなどしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。